技術士試験対策講座へようこそいらっしゃいました。私はこちらの方で講師をさせていただきます日比幸人と申します。ホームページの中ほどにもございますが、私の技術士の登録部門は経営工学部門と総合技術管理部門という部門でございます。大学を卒業後にですね、工業用の界面活性剤とか、あと食品油脂の精製する会社でプラントマネージャーを務めまして、その後製薬企業系の食品会社で食品の素材開発テクニカルサービス業務を経験した後に、1994年に自分の会社で創業独立をしております。以来技術コンサルタントとして活動をしているというものでございます。私もですね、長い間コンサルタントということをやっておりますが、技術士というものを登録したのは平成28年の試験、これを経営工学部門と総合技術管理部門を併願で受験をいたしまして、29年に登録をしております。そちらの極めて短期間で合格をした、いわゆる受験勉強のノウハウ等をこの講座で詰め込んだものがエッセンスとして提供するものになります。でこちらのものについてはですね、科学技術における最高位の国家資格であると、技術士の試験は言われておりますが、そちらに最先端のノウハウでもって、短期で合格をしようという試みのために企画をさせていただきました。一次試験に合格をされた方が受けられるという試験ではありますものの、皆様方の専門分野に関する知識というのはですね、二次試験においても若干の補強はしなければいけませんが、これ以上必要はないと思っております。ただこの二次試験というのは合格率が 10% 前後で推移していらっしゃいまして、なかなかのいわゆる難関ということも言えると思っております。この講座では二次試験に合格するために最低限必要な論述の書き方や口頭試験での答え方などのノウハウをパックしたものです。特に口頭試験のいわゆる流れとか、あとイメージを示しましたビデオについては当講座の特徴になっております。でまた私が当面担当いたしますが、講師による添削から模擬口頭試験などを通じて具体的にご指導をしようという流れでございます。まあ、ここで一つ注意点がございます。こちらは20部門の技術士部門には対応しておりますが、現時点では総合技術管理部門には対応しておりません。今後こちらの方についても開発をする予定にはしておりますが、現時点では対応しておりませんので、総合技術管理部門を目指そうという方はちょっとそぐわない流れにはなっております。それで技術士試験の総合カリキュラムに含まれる講座と学習方法ということについて簡単にお話をしておきます。今年に至ってはですね、若干の流れが変わっておりますが、おおむね4月の頭ごろに受験の申し込みというのが始まりまして、7月の初旬二次試験ということになります。で10月の後半前後に合格筆記試験の合格発表があり、それ11月から翌年の1月の初旬にかけて口頭試験が実施されます。そして3月の初旬頃に合格発表と、非常に長丁場の試験ということですので、明記をいただきたいと思います。で筆記試験の対策講座ということで今お話をしておりますが、じゃあ実際に何をやるのかということなんですが、まず自分が受験なさる技術士の試験の概要というのを正確に分かっていただかないといけません。なので概要のいわゆる把握から始めていただき、文章の書き方、この文章というのはいわゆる答案の書き方です。からまた回答方法、それを書くにあたって必要なキーワードというものがあります。このキーワードはご自身で勉強なさったところから出されるのも一つの手ではありますものの、やはり過去問題から抽出をしてキーワードをまとめるということが必要になってきます。このセットの流れがいわゆる合格への流れとなります。
また高等試験で使用されます実務経歴書の書き方についてもこの講座で、説明をしています。テキストの解説と重要な点について確認をしておりますので、確認が必要な部分は何度でもビデオを見ながら、またテキストを読みながら理解を深めていただくというような流れにいたしました。またこれと並行しましてから受験をしようという決意をしたタイミングから、過去問などをいわゆる参考にしてキーワードの整理をされておくということが大事だと思います。本論の中にも述べておりますが、このキーワードというのは記述文章を書く材料であるということだけは強く頭の中に入れてください。さらに筆記試験をこのような対策をして合格した後は高等試験対策講座というようなことを頭に入れていただければと思います。現時点ではいわゆるテキストとどのような流れで行われるかというビデオの例を出させていただいておりますが、高等試験の概要、試験に向けた準備の仕方、過去に実際に聞かれた質問の内容などをお伝えする講座になっています。また講師とスタッフが演じた高等試験の再現動画、こちらの方が先ほど言ってますビデオというものですが、これもご覧いただけますので、具体的な試験のイメージもつかんでいただくことができます。このような講座はどのような内容から進められるかといいますと、まずテキストで勉強していただく、さらにそちらの内容を同時収録をしておりますビデオでも確認をしていただく、視聴覚教育をしていただくということですね。それでご自身で受験予定の部門の過去問題を解いていただきます。で、必要な方にとっては、もしくは添削コースの方を選んだ方に関してはですね、添削をさせていただいて自分の進達具合を目指し確認をいただくということになっております。当然新制度になってからまだ2回しか試験はございませんので、私が傾向分析をいたしまして、各技術部門ごとのオリジナル問題を必須問題、選択問題について作ります。こちらの方をいわゆる過去問題終わった後の方には提供させていただきますので、こちらでいわゆる回答の仕方をさらに磨いていただくというような流れになっております。で、今ちょっとお話をしましたが、添削コースをご希望の方は講師による添削指導、筆記試験が10回、実務経歴証明書を3回の添削指導をさせていただきます。それと模擬の高等試験を1回受講いただくということにしております。講師によるフィードバックを受けて修正をしていくということで、確かな力がつくということになります。筆記試験で使用する問題は過去問題のほか、今も重ねましたが私が作ったオリジナル問題も含まれるということでございます。筆記試験の添削というものの中身なんですが、必須試験、選択試験の2、選択問題の3、どの問題でも賜りますが、各問題ごとに1回を1カウントとさせていただこうと思っております。また選択問題の2の1、2の2のように選択問題の両方の添削をご希望の方は、誠に恐れながら2回という形でカウントをさせていただきたいと思っております。で、添削につきましては、ビジネスチャットのアプリのチャットワークという仕組みがございまして、こちらを使用して進めていきたいと思っております。無料版の登録をお願いをしておりますものの、すでにお使いの方、すでにお使いのアカウントを使用するなどの理由でグループチャットが14を超えるような場合、新規でアカウントを作成していただくか、有償版のご利用をお願いするということになります。こちらの詳しくいいことについてはシステム上のことではありますが、受講をするにあたっての重大なポイントになると思いますので、ご不明な方は事務局のまでちょっとお問い合わせいただけましたら幸いでございます。今回収録をいたしました、いわゆるテキスト並びにウェブの時間なんですが、筆記試験対策講座として約延べになりますものの4時間半ぐらいのものの収録になっております。
高等試験対策のものについては、ビデオの部分が30分内外、あと高等試験の解説のところも30分内外ということでプラスということになります。こちらの方のお申し込み後の視聴開始日というのは、2月の1日、2021年の2月の1日以降ということになっておりまして、高等試験対策の講座については21年の4月の1日が開始日ということで予定をしております。それと添削はいらないという方もいらっしゃると思いますので、カリキュラムの比較表もホームページの方に整理をさせていただきました。添削ありのコース、添削なしのコースということで大きく2つに分けております。添削ありのコース、添削なしのコースも筆記試験対策講座は見ることができます。それから高等試験対策講座も、添削ありなしに関係なく見ることができますが、添削指導筆記10回職歴書3回については添削ありコースのみになります。また模擬の高等試験についても添削ありのコースのみになりますので、その辺の内容をご確認いただきまして、ご自身の流れに合う方を選んでいただきたいと思います。最後になりますが、今回の講座はテキストプラスウェブでのビデオということになりますが、こちらは私が併願で技術士を受験をいたしましたノウハウのすべてを詰め込んだものです。また私を技術士に導いてくれた先輩の技術士のノウハウも少し拝借いただきながら作成したものでございますので、ぜひこちらの方をご活用いただきまして、無事に技術士の合格並びに登録をしていただきますように願っております。では皆様方のお申し込みをお待ちをしております。よろしくお願いいたします。